YouTube の皆さん、岡田博です。皆さん、こちら渋谷と桜木町というこの行き先あるんですけど、ご存知でしょうかね。この行き先なんですけども、はい、この行き先はですね、はい、こちらですね。これ皆さんご存知でしょうかね。いわゆる青ガエルですね。青ガエルの車両レポートに、青ガエルの緊急レポートに来ました。これなんで青ガエルの緊急レポートに来たのかっていうと、実はここ渋谷の青ガエル、なんとですね、忠犬ハチ公の銅像とともに秋田県の大館市に移設するという発表があったとのことで、今回こちら青ガエルを、渋谷駅前の青ガエルを、緊急レポートとして撮影したいと思います。側面はこんな感じなんですよね。なんかショートカットしたサイズで、なんかビートレンショーティーって感じですよね。ビートレンショーティーを実体化したって感じですよね。なんかそんな感じのサイズですね。まあ実際は3ドアですけど、そうですよね。まあ東急の本拠地でもありますからね、渋谷。なぜなら東横線と電都線がここが起点なんですけど、その東急の昭和のモデルですかね、昭和のシンボルですよね。まさに青ガエルの、まさに鉄道遺産ですよね。で、あとこれ特徴なのがこの2つ窓ですよ。いや、特徴あるんですよね。行き先がこちらなんですよね。まさに昭和の面影で東急の鉄道遺産なんですよ。この青ガエルがね、今度渋谷のこの再開発で大館の方に移動してしまうっていうのもなんか悲しくなりますよね。そうですよ、だって渋谷駅といえばこの青ガエルなんですよね。いやー、これがなくなると悲しいし、もしも大館に移設しちゃったら、これはもう貴重な映像になりますからね。まあ緊急車両レポートとしてよく映しておきたいですね。で、ちなみにこちら東急青ガエルなんですけど、実はこれ観光案内所にもなってんですね。ちょっと朝早く来たんで車両レポートはやっておきたいですね。後ろはこんな風になってんですね。観光案内所になってるんですよね。後ろはこんな感じなのか。これ背後にビル入れるとすげえな。背後にビル入れるとすごいな、これ。いや、いかにも大都会らしいな。ここまで来たんじゃサムネイルをどうしようかだな。で、ちなみに青ガエルの車内については、青ガエルの車両レポートの動画、そっち見てくれればいいですね。一応こちらは緊急レポートの動画として配信したいと思います。これ背後のビル入れるといいかな。でも横から撮るとどうかな。なんかこれいいか、サムネイルに。これいいかな。渋谷駅が入っていいね。あれはこれもいいか。これにしようかな、サムネイルね。なんか迷うね。でこの青ガエルなんですけど、引退後は熊本電鉄と上アルピコ交通上高地線と、あと学南電車と、あとは何線だったかな、その路線で走ったんですよね。これ地方の路線でも大活躍するってことは、
相当効率いいんでしょうかね。この丸、この流線形のこの丸帯をした車両、結構特徴あるんですよね。いやー、1年ぶりの再開なんですけど、これが渋谷からいなくなるとなんか悲しくなっちゃいますね。どうすかな、サムネイルこれにしようかな、サムネイルこれにしようかな、どうしようかな。いやー、この背後のビルも結構立派なんですよね。これ確か東急百貨店だったかな。本当にここまで来たんだから、もう緊急車両レポートとしてこれよく写しておきたいですよね。いや本当にまあショートカットサイズですけど、本当にね、往年の面影残ってますよね。外見は、中は案内所なんですけどね。側面もなんかひびとか色落ちとか、側面になんかひびとか色落ちとかも見られてちょっとかわいそうな。あ、この5001、これもちょっと取っとくか。あ、こういうのもいいね。いや本当にね、この東急の鉄道遺産、これ大館に行ってしまうとね、なんか悲しくなるけど、本当に再開発後の渋谷の未来ってなんか気になりますよね。側面はこんな感じか。そうだよな、この青ガエルっていうと東急で、確か最後まで生き残ったのは熊本電鉄の青ガエルかなと思うんですよね。まあ、青ガエルに初めて会ったのは去年だし、長野電鉄に上高地線と、あとなんだっけ、その路線の青ガエルと会って、あと渋谷の青ガエルにも会ったんですよね。ああ、この東京急行いいですね。あ、これ写しとかないと。いやー、これ本当にね、東急の沿線で昭和の頃に生まれた人にはやっぱり懐かしいもんですよね。これがなくなっちゃうとね、本当にさ、悲しくなっちゃいますよ。いや本当に面影が残ってて、あ、これいいね。SSID 渋谷。あ、すごいね、スクランブルだ。いや、いかにも大都会らしいな。田舎に住んでる俺にとってはさ、本当に目が回っちゃうくらいやばいなって思っちゃいますよね。これが大都会の現実と言ってもいいかな。あー、これにしよっかな、サムネイルね。この東急百貨渋谷も入れたいんだけどな。いやー、本当にこうやって真正面から見るとすごい独特な顔ですよね。本当に特徴ありますよね。あー、これちょっと一回下がって、これ東急百貨店背後に入んないかな。背後に入るとなんか面白そう。中堅ハチ公もいなくなると悲しいよな。あー、ちょっとビルは無理か。あ、中堅ハチ公と入れるといいか。中堅ハチ公があるんで、あー、これとコラボするといいね。あ、いいかもこれ。
いや、もしもね、忠犬ハチ公と共にね、秋田の大館に行っちゃったら貴重な動画だよな、これ。いや、本当に特徴あるんですよね。ようなサムネイルね。そうだ、思い出した。青ガエルなんですけど、引退後はどこの路線で活躍したかっていうとですね、思い出したんですけど、長野電鉄、松本電鉄、熊本電鉄、あと学南電車ですね。その路線で活躍したんですよね。そうだ、その路線で、この4路線で走ったんだよね、熊電。よし、渋谷だったら確か長野電鉄とか学南電車は赤ガエルだったんですよね。今赤ガエルの2代目が新たに復活したらしいですけど、富士急、あ、学南電車なんですけどね。いや、学南電車も乗ってみたいんだよな。いやー、これね、本当にね、東急の鉄道遺産で、東急昭和のシンボルで、もう重大な鉄道遺産だからね。本当に忠犬ハチ公とともにいなくなると悲しいよ、本当に。こうやって側面から見るといいな。やっぱり電車だもん。いやー、なんかビートレンショーティーの青ガエル欲しくなるな。最後はね、これじっくり映さないとな。あ、離れるといいか。あ、これいいね。あ、これなんかいいね。あー、これいいかも。うわー、離れるといいね。こんな感じか。まあ、こんなもんだよな。観光案内、それで言うの忘れたけど、この青ガエル観光案内所になってるんですけど、今ある命令でちょっと今休止ですね。いや、本当にいなくなっても大館行っても忘れないでほしいです。はい、それでは以上をもちまして、渋谷駅前の青ガエルの、緊急レポートは、これで終わりたいと思います。大館に青ガエルがハチ公とともに大館行く前に、お早めに、青ガエルとハチ公会いに来てはいかがでしょうか。それでは緊急車両レポートは青ガエルのレポートは終わります。それでは。